じゃあこんにちは、さゆたかさん、はい。まあ、第1次、戦力外通告を受けた選手たちが、はい、まあ、今年かなりいますよね。まあそうだな、まあそうだなっていうか、まあ、育成までかかるようになったからね、はい、だからまた育成も取らなきゃいけないし、はい、その枠を開けるために、うん、まあ、そういう新陳代謝は行われるよな、はい、多いな。でもちょっとそうなんですよ、まだ第1次なので、はい、この後また出てくるかもしれないんですけども、現段階で戦力外通告を受けた選手の中から豊さんが、はい、もし他球団の GM だったらこの選手取りたいな、まだいけるなという選手を今回はちょっとピックアップしていただこうと思います。まあ、印象としてどんな印象でした、うん、まずこの第1次戦力外通告を受けた選手たち。まあ、印象、うん、それはまあ球団が決めることだからさまあ印象も何もないんだけども、はい、こういう選手が溢れてるんだなっていうような、うん、まあ、そんな印象もあるし、うん、でもちょっと違った見方をすると、まあ、あの選手は使えるけどなっていうような、うん、みんなさ、レギュラーとか、はい、ローテーションだとか、まあ、いろんなところで使おうっていうふうに考えると、うん、なかなか難しい部分はあるけども、はい、あ、ここでこの選手がいたら助かるなっていうような、うん、まあ、そういう選手はちらほらいるよね。お、じゃあちょっとまずそのちらほらいる選手を挙げていただきたいんですが、はい、まずは阪神の渡辺、はいはい、阪神の渡辺、はい、左ピッチャーね、32歳ですね、はい、まだ、はい、まあ、この選手は、まあ、キャリアもあるし、はい、まあ、シーズンフルに働いた経験もあるしね、うん、で矢野監督の時に主に使われてて、はい、でワンポイントだとか、うん、まあ、そういうところで力を発揮してたんだけども、はい、まだ年齢的から考えてもまだまだ使えそうだしね、はい、まあ、引退するには引退するっていうか戦力外になったけど、まあ、阪神今もう投手力やな、うん、そうですね、もういいからな、だから溢れちゃったんだろうとは思うけど、はい、まあ、渡辺なんかもまだ使えるなっていうのはあるよね。うん、阪神そうですね、投手多いですね。まあそうだね、はい、まあ、それと阪神同じつながりでいくと山本、あ、はい、内野手ね、29歳、はいはい、はい、まだ使えるかなっていうふうに思うよね、うん、今の阪神でいうと現状出るところがないけれども、もう鉄板だからな、もうそうですね、小畑が余ってるぐらいだからな、はい、だからそうだな、まあ後に使えてるっていうか、うん、後から来る選手もいるだろうしな。そうですよね、ただ他のチームに行けばまだまだ活躍できる場はありそうな、ね、あると思うよ、うん、はい、右打者ね、はい、うん、右打者、はい、で、まあ動画にも取り上げたけども、うん、まあ、北条高山、はい、なんでセットなんだって言えそれも動画でセットになっちゃったからそうなんです、ぜひご覧ください、まあ、北条とか、はい、高山とかまだまだ使えると思うしね。そうですね、うん、あの阪神での構想の中からは外れてしまったけれども、ね、っていう感じですもんね、はいはい、あとは板山、はい、あ、はい、板山選手、うん、板山もしぶといバッティングするし、うんうんうん、まあ出る幕はないわな。今もう外野もそうですね、溢れて下からの突き上げもある。いや、前側とかさ、はい、ああいう選手も来てるしな、はい、レイニカ選手もいるし、だからまあこれはちょっとね、うん、溢れちゃったかなっていうような感じで、はい、使えるなっていうふうには思うよ、まだまだ、うん、あと他には、いや、だから他にはあのオリックスの佐野、オリックスの佐野選手、はい、うん、はもう足も使えるし、はい、まあ、構想から漏れちゃったんだろうなということですよね、うん、オリックスもまさに佐野っていうのは、そうだな、やっぱバッティング打てないっていうことがあるのかな、それで戦力外ってことで、ね、で、まあ、同じようなタイプの選手っていうのもいるしね、うん、で、間野口が外野手で育ってきてるし、うん、まあ、難しいのかもな。そうですね、はい、うん、で、ロッテの菅野、はい、30歳、うん、まあ割とバッティングは俺を使えると思うよ、しぶとく、うん、ただ特徴的なものがないのかな。特徴的な、うん、特徴的がない人ってさ、やっぱ若手が出てくるとそういう選手から弾かれるという、うん、もう守備は抜群にうまいとかさ、バッティングがめちゃくちゃしぶといとかさ、うん、まあ、そういう特徴があると別なんだろうけども、はい、平均的にまあまあいいっていうような感じだと困るよね。ちょっと厳しくなってくるのかな、まあ、年齢的にも30歳だし、うん、まあ、そうだな、ね、もうちょっと若い時とか本当ロッテの、ね、スタメンで活躍してた選手、うん、いや、まあ、レギュラーで、ね、うん、ね、出てた時もあるし、はい、使えないことは絶対ないと思うからね、うん、頑張ってほしいなと思うよね。そうですよね、うん、あとはね、はい、ソフトバンクの船越、はい、っていうのかな、はい、育成、まあ、育成なんだけど、はい、これ抜群に足が速いんだよ。おお、あ、そうなんですね、うん、で野球の足を持ってるという、うん、
まあ、陸上の足ではないというね、はい、野球の中で使える足を持ってるっていうことを考えると、うん、ファームの方でバンバン走ってるんだよね。ベラボに走ってる。ベラボに走ってるんだよ。だから足は使えるという、だから一つのパーツとして、もうちょっと言い方は悪いかもわかんないけども、はい、もう走り屋として置いとくっていう可能性はあるのかなっていうような、まあ、セリーグとかでもダイソーだったりとか、そういうところで、そうだね、まあ、レギュラーがしっかりしているところで、うん、まあ、ダイソーとかだとかね、ここ一番って言った時に、うん、DeNA なんかいいかもな、うん、なあ、そうですよね。でも浜のチーターって言われてるやつもいるんだよ。上がってこないけど。なんで上がってこないんですか、浜のチーターは。だよなあ、やっぱね、足って大切だよ、うん、常々言ってるのさ、その投手力が上がってる、でホームランで決まるケースが多い、この試合の展開の中でね。じゃあ何ができなくなったかって、やっぱこうピッチャーがいいだけに、うん、でピッチャーも交代するでしょ、つなぎができなくなってきたんだよ、つな、はい、がる打線という意味では。だからその足で1点を取るとかね、うん、まあ、そういうことを考えた時に、この足の使える選手が必要なんだよね、うん、そうですよね。だから打つ打たないというのは、走れる選手が欲しいってなると、すごく魅力的ですよ。人気があるかもわからんね。あの、だからつまり同じソフトバンクでいうと、この周東選手はいわゆるダイソーからそこからレギュラーをつかみ取って、うん、っていう、ね、ことをした選手でもいるので、ダイソーから出てももちろんそこからバッティングだったりとか走って得点だとレギュラーになれる可能性っていうのはそうだ、ね、ありますよね。だからまあ実際にさ、こう詳しく見てるわけじゃないから、はい、まあ、例えばとんでもない走塁するとかね、間違いを起こすとか、はい、そうじゃなければ、うん、この子の足っていうのは、はい、なんか使えそうな感じはするけどね、うん、活かせそうですよね、他チームでも。だから面白いとは思うけど、まあ、そんな余裕ないのかな、ベンチ入りにね。あ、なんですかね、うん、あとはいっぱいこう、うん、本当に3ページにわたってるけどさ、はい、そうだな、まあ、全部が見てないからよくわからないけどもね、うん、あの、まあね、あの動画出しましたけど、楽天の西川遥輝選手、あ、はい、まあまあそう、そうだね、はい、まあ、西川とかも使えるよね。そうですよね、まあまあ、塩見もやる気があるんであれば、うん、やってみるのも面白いなっていうふうには思うけどもね。あとロッテ の、 あのソフトバンクから来た福田周平選手、はい、まあ、外野手ですけれども、うん、34歳、ちょっと厳しいですかね。いや、もう何年離れてる、野球、一軍の野球から、まあまあ、ちょっといる時期もあったけど、FA でな、来て、注目できて、オープン戦でデッドボール食らってみたいなね、まあ、そういうのがあったけど、まあ、なかなかは厳しいんじゃないかなっていうような気はするけどな、まあ、ソフトバンクの時も、バリバリのレギュラーでもなかったしね、だから性格的にはね、すごく好きなやつなんだけど、頑張ってほしいと思うけども、ちょっと離れすぎてるな。実戦からってことですか。実戦から、まあ、2軍では実戦とか、まあ、やってるんだろうけどもさ、はい、1軍の実戦とかやりながらだったら分かるけど、うん、そしたら代打とかね、はい、意外性のあるバッターだったから、うん、まあ、それが残ってるんであればね、はい、まあ、そういうのは面白いなというふうには思うけどもね、はい、まあ、なかなか、まあ、難しいかもわからんな。そうですね、うん、西武が結構今回ねかなり の、 あの選手人数切ってるので、まあそうだな、うん、なんかいろいろ入れ替えだったりとか、うん、そういう時期なのかなとか、まあ、今年のドラフトでいっぱい育成も含めて、うん、はい、取ろうっていう感じなのかもわからないしな。そうですよね、うん、あとあの巨人からあの鍵谷投手、はい、35歳、はいはい、鍵谷投手も戦力外になったんですけれども、鍵谷な、はい、鍵は後輩だからな、やってほしいけどな。そうか、でもちょっと意外だったのは、新之助が監督になって、そうだ、鍵はクビになってたんだみたいなね。そうですね、まあ、前々から決まってたことかもわからないしね、はい、まあ、まあこれはわからないけども、うん、使いべりはしてないけども、特徴的なボールってないんだよな、うん、経験はあるけどさ、はい、だけどなかなかやっぱ難しいと思うよ。難しいですか、うん、まあ、難しいけど、やっぱピッチャーが足りないところ、はい、使いべりしてないし、どんなところでも行ってくれるピッチャーだしね、でいろんなところを経験してるピッチャーだから、はい、性格もいいし、うん、将来的にはコーチっていうことを考えてるんだったら、はい、取っといたらいいかもわかんない。あ、鍵谷は、鍵谷選手、うん、あの性格もすごくいいしね、はい、うん、あと前の動画でもありました、あの中島選手は
代打だったりとか、まあ、いや代打でも使える、うん、じゃあ守りっていうのは、まあ、本人がね、はい、やっぱこうキレを良くするために、はい、もう一度鍛え直して、うん、体を作り直してだったら2000本もあるしな、うん、そうですよね。あだから代打が欲しいって言ったところはもうとっておきだよ。そうですね、うん、あとあのヤクルトと DeNA が、はい、今回ピッチャーをかなり戦力外にしたなっていうのがすごく印象的で、うん、まあ、ヤクルトっていうとねやっぱり今年当初がなかなかピッチャーがうまくいかない。まあそうだな、うん、でも、まあ、市川とかはね、はい、面白い存在になるかなと思うけども、2018年のドラさんなんですよね。なあ、うん、でもまあクビになるということでね。で、うん、DeNA もピッチャーなんですよ。 DeNA はねピッチャー陣が揃ってきてるしね、はい、だからまあ今年のドラフトでも何人かは絶対取るだろうから、はい、まあ、そこら辺の枠をこう考えたっていうことだろうと思うけどね。あ、そっか、ドラフトでもそうですね、うん、枠っていうものが開けないといけないってことですね。だから、まあ、田中健二郎とか、はい、そういう人間は人気になるかなっていうようなね。あ、他球団からもしかすると、うん、もしかするとね、はい、うん、とは思うけどね。うん、こういうのを見ていくとどのチームがどういう守備の外野手だったり内野手だったり投手だったりを戦力外にしてるかっていうのをこう見ると、あ、そういうことかって分かりますし、じゃあどういうところを補強ドラフトだったりとかで今シーズンオフにしたいのかなっていう、まあ、そうだな、うん、まあ、いろいろ補強によって全然変わる時があるからね、うん、そうですね。まあ、阪神なんか優勝したのは村上、大竹、はい、まあ、昨年一勝もしてない、はい、このメンバーで21勝してるわけでしょね、でオリックスなんか山下俊平太とか、はい、あと東投手出てきて、東とかね、はい、出てきて、やっぱ新しい人が出てこないと、うん、やっぱなかなかこう優勝まではたどり着かないという、まあ、血の入れ替えっていうのがすごく必要で、はい、血の入れ替えをすることによって刺激を受ける選手たち、うん、だからその刺激を受けて成長する選手たち、うん、まあ、そういう人たちがいるだろうからね、はい、だから血の入れ替えは必ず必要だよね。そうですね、うん、ただ理想的なのはやっぱこうオリックスであったり阪神であったり、うん、まあ、オリックスはもう自前で取ってきた選手、うん、今年から使ってみようみたいな、うん、で花開くみたいな、ね、まあ、阪神だったら村上みたいな、はい、まあ、大竹はねソフトバンクで実力があったけどチャンスがなかなかもらえずに、うん、まあ、移籍をして10勝したみたいな、はい、まあ、そういう選手たちの活躍を望まないと、新しい人が出てこないとやっぱり優勝にはたどり着かないし、うん、だからこの血の入れ替えっていうのはもう自然に必要なことだよね。そうですよね、うん、今上がってる戦力外の選手たちも他球団からもちろんねうちに来てくださいって言ってちょっとは減俸にはなっても行く選手がいて、あとはトライアウトになってくると思うんですけど、トライアウトってなかなかやっぱ難しいですかね、そこからって。いや、それだけの結果ではなくて、うん、その時の態度であったり、うん、所作であったり、はい、そういうものでこう感じ取るからね、やっぱスカウト連中っていうのは、はい、ただただこう結果だけで、あ、ヒット打ったからよかったじゃなくて、うん、その一本のスイングを何を考えてどこにどうしようかっていう考えが、うん、そういうところまで見てるからです、うん、だから結果にとらわれるんじゃなくて、何を見せたいか、自分のアピールポイントは何なんだっていう、そういう光るところをこう見せるようにね、はい、まあ、してほしいなっていうふうには思うけどね。そうですね、うん、ね、中でもやっぱり現役続行を望んでる選手が数多く、ほとんどの選手がそうなので、だからね、極端な話ね、はい、打ってからファーストまでのタイムも測ってる、うん、あの球団も多分あると思う。お、足っていう意味でですね、だから、まあ、例えば船越、はい、ソフトバンク足がベラボーに速いみたいだしね、うん、もうとにかく打ったら全力疾走で、うん、はい、もうアウトは分かっててもヘッドセーブするとかさ。そうですね、そうです、内野ゴロでもそうですよね。まあ、なんか巨人の星の速見知ってる？知らない靴の紐がほどけてるとか言ってえーって見た瞬間に走っていってまあまあまあね、まあ、聞くとはないし、ちょっと足が速いっていうのは早見っていうのが出てきたの、ね、頭の中で、ね、まあそういうね、光る、うんうんうん、それもテスト入団の時にね、はい、やったのかな。すごい漫画漫画っぽいですね。そう、記憶がすごいんだよね記憶がね、昔の記憶がすごいんです。その前にファーストが変わってピッチャーに投げるふりをして上に投げてんだよね、うん、はい、早見がそれに気がつかないリードしてアウトになった、うん、
漫画ですね、まあ、漫画だけど、まあ、そのぐらいの発想があっても面白いよっていうこと、うん、あそうですよね、そのやっぱねこれからの人生を左右する今岐路に立たされてはいるので、はいね、うん、なんとかね一人でもあの、うん、多くの選手がまた新天地でっていうのをちょっと応援したい、素質があってねプロ野球に入ってきたわけだし、はい、素質があるからスカウトして契約を結んだ選手たちばっかりなんだよね、はい、そういうトライアウトとか受けるんだったら、うん、自分に自信を持ってね、うん、臨んでほしいなっていうふうに思うね、はい、はい。